ジョン・ジョージ・ディーフェンベーカーは、カナダの政治家。第18代首相。1895年9月18日に、オンタリオ州ニュースタッドに誕生する。ドイツ系である。1910年に教師であった父親が、すでに赴任していた、サスカチュワン州サスカトゥーンへ移住し、サスカチュワン大学を卒業する。1940年に、庶民院議員に、 サスカチワン保守党から初当選する。保守党は1942年より歩保,保守党となり創設時から所属する。1956年には進歩保,保守党の党首となり、その後11年間党首を務める。1957年に総選挙で初勝利して首相に就任する。カナダ初の女性閣僚を任命し、またカナダ初の先住民出身の言動員議員を任命した。 6年間の首相としての任期中に権利焦点を採択し、イヌイットや先住民の市民に選挙権を与えた。外交では南アフリカのアパルトヘイト政策に反対してイギリス連邦からの脱退を促したがアメリカ合衆国からボマークミサイルを導入すべきかどうかの議論で立場を明確にせず結果として対人に追い込まれた。結果的にディーフェンベーイカーは アブロアロー計画中断の立役者として記憶されることとなった。1999年にサスカトゥーンの空港が彼にちなんでサスカトゥーン・ジョン・ジー・ディーフェンベーカー国際空港と改名した。首相在任中はケネディ政権のアメリカ合衆国との外交関係が停滞した。1961年2月にディーフェンベーカーのワシントン DC 訪問時の記者会見で ケネディ大統領は首相の名前を呼び間違うなどカナダ警視の姿勢が見られたがディーフェンベーカーはケネディ大統領にオタワ訪問を要請した。しかしケネディ大統領はオタワ空港で再び首相の名前を間違い、すでに首相が反対表明したカナダでの核兵器配備やカナダの米州機構加盟について国会演説で迫り、 また首相を批判した内容の手書きメモを会談後に誤って残すなどし、公式版3回では、ディーフェンベーカー首相より、野党のピアソンと会話をした。九百六十二年のキューバ危機の際もケネディは、ディーフェンベーカーに直接事前連絡することなく、単にテレビ演説の二時間前に元大使を派遣して通告しただけだったため、ディーフェンベーカーは立腹して、アメリカとキューバに、 中立国として介入という姿勢を公表した。アメリカ政府はこれをアメリカに対する支援拒否であり、ケネリに対する不信表明と受け取った。アメリカ政府がデフコン3に移行しても、ディーフェンベーカーは、カナダ軍に対して同レベルの準備体制への移行指令を速やかに発令せず、結局この件ではカナダ国民、報道機関からもディーフェンベーカーは批判されることになった。 結果的に、ナト o 軍の一部として、カナダでの核ミサイル配備受け入れ拒否の面で、内閣内部での意見対立に発展し、野党からの批判の的にもなった。この時、アメリカ政府が、ディーフェンベーカーが、国会演説で過ちを犯した旨の公式発表を行い、カナダは抗議として、史上初めてアメリカに対する大使召喚を行った。ディーフェンベーカーは、 カナダはアメリカ政府に屈するべきかを国民に問るべきとし、内閣を解散して総選挙を告示した。ケネディ政権は公式的には中立を維持したが、実際にはピアソンの野党自由党を支援し、内閣内でも半数の閣僚しかディーフェンベーカーを支持せず、結果として自由党に敗北して退陣することとなった。ナッシュ 1990P63 ノート ケネディープロナウンスドイットディーファンボーカー。プレスセクレタリーピエールサリンジャーサジェステッドイットワズ。ケネディエス・ボストンアクセントアットフォールト。ナッシュ、ノルトン。ケネディアンドディーファンベイカー。フィアーロージングアクロスザ・アンディフェンディド・ボーダー。マクレランドスチュワート。ISBN0 から771067054。スミス、ドニー、ローグトリー、ザ・ライフレジェンド・オブ・ジョンディーファンベイカー。 マクファーレン・ワルターロス、ISBN0 から921912927、ナッシュ、ノルトン、ケネディ&、ディーファン・ベイカー、フィアロージング・アクロス・ザ・アンディフェンディド・ボーダー、マクレランドスチュワート、ISBN0 から771067054。ありがとうございます。